カイザーリン世はオーベルシュタインを過ぎたことは一度もないのだそれなのに帰り見ると最も多くあの男の進言に従ってきたような気がするあの男はいつも反論の余地を与えぬほど正論を主張するからだ正論だけを掘り込んだ永久凍土壌の石板誰もが正しさを認めながら近づくことを拒むそれがオーベルシュタイン元帥